海の神と陸の神の話昔々あるところに海の神様と陸の神様がいました陸の神様は山の上から白い砂浜を眺めてああ美しい白浜だなあれを私の領分領地にしたいものだといつも思っていましたけれども白浜は海の神様が作ったもの なんとか自分のものにする方法はないかと考えました。ある時陸の神様は白浜に浜神カンダを這わせて白浜を陸にしてしまおうと思い浜神カンダを得ました。夏になると浜神カンダはぐんぐん伸びていき波打ち際まで広がって白浜を覆い尽くしました。そして美しい花を咲かせました。 すると、そこへ、海の神様がお見えになり、浜神田の花を見て、ああ、こんな美しい花があるだろうか。私の髪飾りにしよう。と言って、花を取ろうと手を伸ばしました。これは私の花だ。取ってはならん。と、陸の神様が、海の神様の手を掴んで言いました。この白浜を私に譲るなら手を離そう。 何を言うか。ここは私が作った白浜。もともとから私のもの。そこに咲いた花も私のものだ。二人の神様は言い,い争いになりました。海の神様は怒り、手を振り払いました。そして、浜神田を引きたぐろうと、大風を起こし、大波を起こしました。海の神様は、陸近くまで波を寄せて、 浜神カンダを陸に押しありましたが浜神カンダは根が強くてなかなか抜けません次の年の夏になりましたまた浜神カンダは陸から海に向かって伸びていきましたそして花が咲くとまた海の神様を怒り出して大風を起こし大波を起こしましたその次の年も次の年も 今が今まで二人の争いは決着がつきません。それで南の島は夏になると暴風が吹くという話です。